徳島の春の祭典花春フェスタ2011が4月22日からの3日間徳島市の相葉浜公園を中心に開催され、およそ22万人の家族連れらでにぎわいました。開幕式では飯泉知事が東日本大震災という未曽有の国難の中、徳島から勇気と希望を全国に届けようと挨拶しました。やはり自粛ということではね、この日本全体の沈滞ムード、閉塞感を打ち破る元気がね、出てこないんではないかと。いやー、いよいよスタートだよ、自粛ムードをここから逆に日本を盛り上げるいろいろなイベントに切り替えるんだ。そうした意味で全面チャリティーというね、今回の花春フェスタ非常にいい催しだと我々は思うんですよね。会場に訪れた参加者からも義援金や被災地へのメッセージなど、たくさんの温かい気持ちが届けられました。今回で14回目を迎えた花春フェスタ、会場内の物産展には新鮮で美味しい自慢の特産品が並びます。また回を重ねるたびに人気が高まる徳島ラーメン博覧会では、去年より3店舗多い18店舗が出店し、県内外から訪れた人は店ごとの味比べを楽しんでいました。やっぱり美味しいものたくさんあるからね、ビズとかね、すだちとかね、何でも美味しいからね、で楽しみに来ました。このラーメン博あるって聞いて、ちょっと楽しみに来たんですけど、すごい美味しいです、どのお店も。花春フェスタといえば春の阿波踊り。悪天候により中止となった日もありましたが、有名連の踊り子たちが豪快で華麗な演舞を披露しました。このほか阿波の工芸や芸能を体験できるコーナーでは、大谷焼の陶芸やガラス工芸、藍染めや阿波人形浄瑠璃など、徳島の伝統文化や芸能を楽しむ人でにぎわいました。3日間にわたって盛り上がった花春フェスタ、このようなイベントを通して徳島から日本全国に元気を発信していきたいですね。